にちは、新州読書会の宮沢です。今日は関東の純粋理性批判の続きの解説をしていきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集してます。よろしければご登録ください。ノートというサイトでコンテンツ販売してます。ツイッキャスのアーカイブスなど販売してます。よければ、ご覧ください。チャンネル登録、グッドボタンも、ご協力ください。 Amazon 楽天のリンクが貼ってあります。1回踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入ります。よければご協力ください。今日は64ページです。身軽な鳩は空中を飛びながら空気の抵抗を感じるので、真空の中ではずっとうまく飛べるだろうと思うかもしれない。これと同様にプラトンも感覚界が五性に窮屈な制限を加えることを意図い、感覚界を見捨ててイデアの翼に身を託し、感覚界の彼方にある純粋個性という真空の中に飛び去ったのである。しかし彼はこういう努力をいくら続けてみたところで、いささかも進み得るものではないということに気づかなかったということです。まあ飛行機でも鳩でも空気の抵抗がないと飛んでらんないですよね。空気の抵抗が嫌だから真空の中ならもっと飛べるだろうと思うと、真空の中では物は飛べないですね。空気の抵抗があるから浮力が出るんですかね。ちょっと航空力学的なことはよくわかんないですけども、とにかく空気の抵抗によって飛んでるわけですね。で、空気の抵抗を嫌だなと思っても、その嫌だなと思うものがあれば飛行機が落っこっちゃうってことですね。で、哲学も同じだってことですね。まあ、数学の問題を前回お話したんですけども、まあ、数学ってのは経験に関わりなくアプリよりな認識をどこまで進めうるかってことがあると。数学っていうのはその三角形の例を何度も言ってますけど、三角形を前提にしてるから三角形の条件が出てくるわけですよね。で、常に前提があるから飛躍できると、拡張できるわけですね。空気の抵抗があるから飛行機は飛んでいくわけですね。空気の抵抗があるからコンドルが飛んでいくを演奏する外国から来た人たちが駅前で吹いてるわけですよ。だから空気の抵抗がないと、前提としての空気の抵抗ってものがあって、飛行機でもコンドルでも飛んでくってことですね。その前提の部分を批判しろっていうことを言ってるんですよ。これは純粋理性批判なんですね。で、プラトンは前提を批判せずに真空を考えたと。感覚界っていうのはいろいろ混ざってるから、それを嫌がって、まあ、イデアの世界ですよね。まあ、イデアの世界で、プラトンのイデアっていうのは、その、我々は洞窟に映ってる影絵ばっか見てると。これは影絵の方が概念ですよね。だけど、本当の、状態っていうのは、まあ、後ろにある太陽、光が差し込んでくる光源の方だと。そっちを見てしまうと目が潰れちゃうと。だから人間はその影絵の方だけ見てると。概念っていうのは影絵ですよね。光が差してきて、光を遮ることによってできたものを実体だと思ってるけど、本当の実体っていうのは光の方にあると。影だけ見てるわけです。影がなきゃ光を感じられないですね。光だけ見ることは人間の視力っていうか認識能力でできないってことをプラトンは考えたんですけども、まあ、カントからしてみると、それをやってしまうと空気の抵抗がなければどこまでも飛べるって言ってるのと一緒だということですね。これでもご飯論法ってやつに近いですけどね。最近ツイッターが見たって何の役にも立たないんですけども、よくご飯論法ってありましたね、国会の答弁でね。今朝ご飯食べましたかっていうと、ご飯は食べてないけどパンは食べたとかいうような言い方ですね。まあ、詭弁の一つですよ。ずらすわけですね。ご飯っていうのは食事、今日食事をとりましたかっていう質問ですね、ご飯っていうの。
だから相手の言ったご飯って言葉をそのお米のご飯というふうに意図的にずらしてですよ、意味を。いや、ご飯は食べてないけどパスタ食べましたとか。ねえ。ずらすわけですよ、そば食べましたとか。で、なんでこういうことが起こるかっていうと、前提条件をずらすわけですよね。前提条件をずらすことによって、詭弁で答えると。質問をはぐらかすと。質問の中にある言葉の曖昧な定義をずらして、まあ、質問に答えないって方法があるわけですよ。国会答弁なんか、まあ、そればっかやってるっつうか、まあ、どれだけ そればっかやってるっていうか、与党はそれをやらざるを得ないんですよね。都合の悪いことを、うまく答えず時間稼ぎしてると質問の時間も限られてるから。で、質問の意味がわかりませんって言い続けることで、まあ、時間稼ぎするってことですね。で、こんなことまあ、どこでもやってんですけども、そんな夫婦喧嘩でもやるような話じゃないですか。おそらくね、そんな、もうそんなサッカーで後ろでパス回すみたいなもんですよ、そんなね。ボーナスポイントがあるから、なんか、ボール蹴り出すみたいなね、ラグビーで。そういうことは起こるわけですね。ずらすと。本来あるべきものをずらすということは、ご飯論法っていうか、まあ、前提条件っていうのは、何も前提、みんな同じ前提に立ってるのかって問題ですよね。で、プラトンとかはやっぱその前提条件を疑うってことをやらずに、みんながご飯は食事の意味だって思ってる世界に行っちゃうってことですね。だけど、カントからそれはやっぱそれはダメだと。なことやってると、どんどんその純粋な世界だけで建築物作っちゃってるんですね。で、土台が全然なってないまま。みんなでご飯は食事のことだと思っててね。思ってたら、お米のご飯だったみたいなことになっちゃうわけですね。で、続きです。しかし彼はと、これプラトンですね。こういう努力をいくら続けてみたところで、いささかも進みうるものはないということは気づかなかった。いささかも進みうるものではないということに気づかなかった。かかる場合に、彼は、五線を動かすために、つっかえになるもの、つまり彼が自分の体を引っ張るために力を加える視点を、いわば視点を持たなかったからである。ってことです。あんまりその、全部を抽象的な世界に持ってってしまうと、先に進まないと。まあ、五線を動かすためのつっかい、我々が理解するっていうのは空気の抵抗が必要なんですよ。ね。水、清ければ魚すまずみたいな感じで。水がきれいになっちゃえば魚死んじゃうわけですね。適度に汚れてないと魚も栄養分が取れないわけですよ。瀬戸内海の工場が排気水きれいにしてから流したら、魚の量が減ったって言うんですね。テレビでやってましたけども。だからある程度汚して流さないと、有機系のリンかなんか流してこないと、漁獲高が減るそうなんですね。水清ければ魚すまずですよ。だけど人間の理解力だと、きれいにすれば美味しい魚が、いっぱい海に溢れるんじゃねえかって思うんですけど、そうじゃないです。ある程度汚染されてないと魚も成長しないってことですね。で、プラトンのやってるイデアっていうのは、まあ、水をきれいにすれば、美味しい鯛が取れるみたいなね。明石さんの美味しい鯛が取れるみたいな。違うんですよ。工場の排水をある程度流さないと美味しい鯛も取れないっていう、そういう中に生きてるってことですね。だから、五線を動かすためのつっかいになるもの、つまり、彼が自分の体を突っ張るための力を加える、いわば視点を持たなきゃいけないと。何か考える場合は、自分の体を支えてる視点がなきゃいけないわけですね。身軽になってどこにでも飛んでっちゃうと、考えること自体できなくなっちゃうわけですね。人間だから哲学するんですよ。神に哲学なんか必要ないですよ。神はあまねく、いかなる時間空間にも存在できる存在だったら、哲学なんかいらない、言葉もいらないですよ。人間みたいに時間と空間に縛られて、ね、地に足をつけて生きてるから、言葉でものを考えてですよ。五 声や理性を働かして、
なんか壮大な妄想にふけるわけですよ。ね、そういうことですよ。で、次です。とはいえ、理性が建物をできるだけ早く完成し、その後で初めてその建物の基礎がしっかりしているかどうかのを研究するのは、詭弁をこととする人間理性の持つ一般の運命である。ところがまたそうなると基礎は強固で、建物を支持するのに十分であるとして自ら慰めるためにも、また後になってから由々しい吟味が加えられるのはあらかじめ拒否したいという気持ちからも、さまざまなうまい言い逃れを探し求めるようになるのであるということです。理性が建物をできるだけ完成させたいと。まあ、学問体系みたいなもんですね。学問体系、まあ、経済学なんかそうですけど、経済学の学問体系みたいなものは、まあ、壮大に作ってですよ。もともとの基礎がしっかりしてるかどうか研究するのは、まあ、人間理性の持つ一般的な運命ですよね。だけども、人間何でも学問体系だけ先に作りたがると。偉くなりたいからですね。業績残したいから、曖昧な手続きで どんどん理論化して進めちゃってると、自分の、なんだって何ですか、実験結果も自分の、なんか、思ってたことにそぐわない実験結果を無視するとかね、そういうデータ改ざんとかやるわけじゃないですか。問題になってますよね。スタップ細胞をはじめ。で、基礎が十分なのかと。その理論の基礎付けとなってる実験とか検証が、ちゃんとした手続きで行われてるかって問題になりますよね。だけど、そういうの問題にしないでずさんにデータ積み重ねて自分の都合のいいように理論組み立てるってこともできるわけですよ。で、そんなんで発表しちゃうと、まあ、後でつつかれてね、データ改ざんだって言われちゃうことがあると思いますよ。で、まあ、結局後でいろいろね、学会に論文書いたりして、いろいろ吟味が加えられてって、弱点つつかれるのが嫌だから、最初からうまい言い逃れを探しに求めるようになると。で、こういうことが人間の理性に起こると。経済学とかそうですよね。なんかあらゆる経済学っていうのは、その元の前提とされてる何かが、確固たるもんなのかっていう。まあ、マルクスのやった経済学批判っていうのは、経済学って基本的にブルジョア経済学だってことを言ってるんですよね。御用学問だと。結局ね、政治と密着してるってことです、経済が。ざっくり言うとですよ。純粋な経済学って純粋な社会科学なのかって問題が、まあありますよ。純粋な社会科学であったとしても、なんだろうな。まあちょっとその話をすると別になっちゃうんであれなんですけども、やっぱり様々な言い逃れがあるわけですよ。最初から。経済学の純粋なプラトンのイデアみたいなもんですよ。全く水清ければ、うまくいくみたいなね、大きな魚が育ちますよって言ってるようなもんなんですよ。だけど、現実の世界って、水が汚いわけですよね。ヘドロが溜まってるようなとこで。で、なんかよくわかんないけど、経済回してるわけですよ。よく見りゃ、そのヘドロの部分は政治権力だったりするわけですよね。だけど、経済学のやってるのは、なんかみんなが、その合理的な判断のもとね、なんか、理性的存在者が合理的判断のもと市場を回してますみたいな、そういうモデル作るわけじゃないですか。あとは、言い逃れがあるわけですよ。いろんなね、抽象的なモデルですから、現実にそのまま適用できるわけじゃないとかね。そんなこと言いながら、経済学って基本、大恐慌とかが起こらないようにやってる学問なはずなんですよね。でも大恐慌は起こるわけじゃないですか。で、起こるとしたらなんで起こるんだっていうと、水清ければ魚澄まずじゃないですけど、じゃあ水が汚い方が魚がいっぱい住むって言って、汚しければみんな魚がある日プカプカ浮かんでたってことですよね。大恐慌ってそういうことですよ。
モデル通りやったって何もない、魚なんか育たないけども、まああんまり腐敗すると水も腐敗して魚もプカプカ浮いちゃうみたいな、結局そういうことですよね。結局そういうことだってのは何かっていうと、経済学はもう水槽の中の養殖場みたいな話をしてるんですけども、養殖場だってその経済学通りやってりゃね、1年間に魚がまあ1万トン取れますとかあるのかもしれない。でも1万2千トン取れって経営者が言った場合、いっぱい餌やっちゃうわけですよ。ただある日みんな死んでたってことが起こる。これが大恐慌ですよ。ガーデン飲水でなんかズルするわけですね。リーマンショックとかそうじゃないですか。ベールアウトしたわけですよね。全然話変わっちゃうんですけども、AIG とか公的資金注入して助けたわけですよ。そのスケが今10年後に爆発し始めてるっていうか、あんまりベールアウトしてバブル、低金利でバブルやってたら、市場経済自体おかしくなってると。あんまり水が汚れてもおかしくなってると思う。みんな、プカ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 、口プカプカさして浮かび上がってきちゃってるみたいなもんですよ。あらゆる企業が。今、ユニコーン企業だってもう上場したくないって言ってね、非上場でいたいって言ってるんですね。市場経済の中で言うともう汚れ切ってるから、プカプカ浮かんできちゃうってことですね。で、その、理性は、一生懸命純粋なモデルを作ろうとすると。で、純粋なモデルってのは現実に適用できないからいろいろ言い逃れを作るってことですね。だけど、その純粋なモデルが成り立つ前提っていうものに対する批判が、まあ基礎の部分の批判ですよね。どん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 抽象化して現実から離陸していくと。で、そこに離陸してって前提としてる中でやって、逆にその、なんだろう、前提条件の方に現実が合わないのがおかしいっていうわけですよね。そういうことになっちゃうと社会の方がおかしいんだと、理論は正しいけど社会はおかしいんだって話になっちゃう。だから本末転倒だってことじゃないですか。プラトンではイデアの世界は正しいけど現実の人間はどうしようもないって言ってるのと一緒ですよ。そんな哲学いるのかって話ですね。真空の中でどこでもとまでも飛べるはずだけど、現実の鳩は空気の抵抗がない、いや飛べないから不完全な疑問だって言ってるようなもんですよ。ちゃんとした鳩なら真空の中でどこまでも高く飛んでくっていうようなもんですよね。で、空気の抵抗の中でしか飛べない鳩っていうのはこれ鳩じゃないっていうわけですよ。おかしいじゃねえかって話になってきちゃうわけですね。で、理論の方に無理やり合わせようとすると、真空の中でもうなんかもう理想的に飛ぶ鳩がいるんだっていうことになっちゃうわけですね。理性だけが暴走すると、そうするとなんか環境少女なんとかさんみたいな人が出てきてね、理想的な環境がどこかに存在するかのようにね言うわけですよ。水清ければ魚住ますじゃないわけですよ。みんな綺麗にしてクリーンにしてね、でみんなプカプカ浮いてましょうみたいな感じになっちゃうと。一番環境保護をやりたいんだったら人類みんな死ねばいいんだっていう極論にの一歩手前まで行って、なんか正しいこと言い募るみたいな、これなら理性、人間理性の運命ですよあれ。で、続きです。ところで、建築中にも不安や懸念に一向に煩わされないし、また見たところ、自分ながらしっかりした基礎であるとして、気を良くしているのは次のような事情によるのである。つまり我々の理性の仕事の大きな部分、おそらくその最大の部分が我々のすでに持っている種々な概念を分析するところにあるということである。ということです。なぜ、壮大な学問体系で作って、まあ基礎の前提は曖昧にしたまま、まあ、三角形って前提があるから三角形の条件どんどん探すけど、なんで三角形自体を疑わないんだって話ですよね。で、人間というのは理性の大きな仕事っていうのはすでにある概念を分析することだと。三角形っていう概念前提があるからそれを分析すると三角形の条件がたくさん出てくるわけですよ。で、理性の仕事っていうのはもうすでに前提になってるものを分析していくっていうことなんだっていうことですね。これが大きな仕事だってことですよ。もうすでにある前提とか基礎っていうのをそっから始まって分析していくんだと。
で、続きです。概念の分析は我々に多くの認識を与える。かかる認識はこれらの概念において、また乱雑な仕方にせよ、常に考えられていることを説明するだけであるが、しかし少なくとも形式の上では新しい認識と同等に見なされる。だが実質すなわち内容から言うと、分析は我々の概念を拡張するものではなくて、ただこれを分解するに過ぎないのであるということです。理性の仕事っていうのは概念を分析することだと、すでにある。でこの概念の分析はいろいろな認識を我々に与えてくれますよ。でいろいろなことを乱雑な仕方 にもせよ、認識を与えてくれて、まあ、概念に対して解説して説明するということですね。で解説して説明することで新しい認識が得られたと、形式上は思うと。だけども実質内容からすると、分析っていうのは我々の概念を拡張するわけじゃなくて、それを分解するに過ぎないと。何を言ってるかというと、まあ近代になって人間って概念が生まれますよね。で人間って概念って拡張したわけじゃないですよ。ただ細かく分析されて人間ってこういうもんだって分かっただけの話で、人間自体が人間という概念を拡張して社会を変えるっていうことは実はやってないんじゃねえかと、まあ私の例えですけどね。三角形って概念は細かく分析すればいろいろな三角形が見つかったと。どんどん細かく三角形に対する認識が深まってきますよ。だけどそのことは三角形っていう概念が拡張したことじゃないんですよ。ただ分析して細かく分かっただけの話で、まあカダブンとコガネムシの見分け方ってあるんですよね。それはなんか背中で分かるわけですよ。背中の真ん中にこう、なんだ、羽の上の部分に四角いなんかがあるのがカダブンで、ないやつがコガネムシだと。で、まあ昔はカナブンとコガネムシは同じ生き物だと思ってたかもしれないですよね。ただ印があると分類できるようになったわけですよ。で分類はできるようになったけど、カナブンとかコガネムシの認識が概念が拡張したわけじゃないですよね。コオロギとキリギリスは昔多分一緒だったんだと思うんですよ。昔の人が、キリギリスって言ってたのは今でいうコオロギですよ。コオロギだったんでしょうね。でどっかで分かれたんですよ、キリギリスとコオロギに。でコガネムシもそうです。コガネムシって言われてるものはみんなコガネムシもカナブンもコガネムシだったかもしれないですけども、どっかでそのカナブンとコガネムシに分かれたってことですね。で人間のその科学的認識っていうのは、ただその対象概念を細かく分けていく形式上新しい認識を得て、カナブンとコガネムシを見分けるとか、キリギリスとコオロギは見上げるってことはしてるんですけど、これは概念を拡張してんじゃないですね。それは分解して細かくなっただけですよ。ざっくり概念としてあったものを、その中で分解しただけだと。ケーキがあったら2つに割って2つ、ね、1つのものから2つになったっていうことですよ。ホールケーキを2つにしようって言ってね、真ん中から切って2つになったって言って、ホールケーキを2つにするんだったらもう1個ホールケーキ焼かなきゃいけないんですけども、概念の拡張っていうのはもう1個ホールケーキ増やすことですよね。だけど、それで分解してるに過ぎないということです。で、さっき言った経済学とかもただ細かくなってるんですよ。ケインズの経済学なんて昔の経済学細かいことやってますよ。その微分とか積分とか使って。微分、まあ、主に微分ですけど。限界公用ってやつですね。1杯目のビールはなんで3杯上のビールより美味しいのかって問題ですよね。3杯飲むとやっぱビールも飽きてくるわけですよ。で1杯目は美味しいんですよ、一口目は。一口目のコーラは美味しいけど3杯目は美味しくない。なんでかっていうと、喉の渇きに対して3杯目ってのはもう欲求が満たされてるから美味しく感じないわけですよね。でそれを数値化すると、まあそれ限界効用ってこと、マージナルエフィシェンシーってことですよね。最初の方は味覚に訴える刺激が大きいわけですよ。で3回目に食べると、まあこんなもんかって感じになっちゃうわけですよね。ね、でもこんなもんかってなった時は限界効用が下がってるわけですね。
で、その商品というのは限界効用が高い時はあの高ね売れるけど需要があるけど、なくなってくれば需要がなくなるんだみたいなね。飽きられれば誰も買わなくなると。最初は行列作って買ってたけど、半年すらみんなね、たくさんお店も増えてみんな一口は食べたり飲んだりしてるから、なんかもうタピオカミルクティーだって来年の今頃にはもうないかもしれないですよね。大幅になくなる。昔白いたい焼きっていうのありましたけどね、そこら中に出店してましたけど、すぐなくなりました。1年も持たずに。そういうもんだってことですよね。限界効用ですね。低減の法則とかやつですね。で、それはただ細かく、経済学、経済の認識は商品に対する分析ではありますよ。だから商品に対する分析だけど、商品を拡張してるわけじゃないですよね。商品という概念の分析は、まあ、経済学はやってますけども、まあ、それを拡張していくっていうことじゃないと。マルクス主義はその商品という概念を拡張するような経済学なんですね。マルクス主義経済学っておそらく。で、近代経済学とか、まあ、そのケインズとかやってるやつは、まあ、どっちかというと、ただ、分析してるだけですよ。分析って言っても、この後出てくる分析と総合っていう問題が出てくるんですけども、だから細かくしてた、カナブンとコガネムシは違うよって言ってるだけなんですね。カナブンは、マニアがたくさんいるけど、コガネムシはあんまりマニアがいなくて、虫として数が低いみたいな話になっちゃうわけですよ。限界効用から見れば。で、その話、そういう話ですよね。普通のタピオカミルクティーだって普通のミルクティーだってどっちも大して変わらないわけです、味としてはね。だけど、タピオカの入ってる方は2、300円高いと。普通のミルクティーは安いけど売れないと。中身は一緒じゃねえかと。思いますけども、でも、まあ、カナブンが、カナブンのマニアが多くて、コガネムシは少ないとかね。なんか、コオロギよりキリギリスの方が高級な虫に思えるとか、なんかその、人間の認識の差があるわけですよ。で、それは、ただ、今までは一緒くただったのが分解されて、差がついたってことですね。価値に差がついてるけども、その元々の概念自体が拡張してたわけじゃないわけですよ。そういう意味で人間の理性の仕事ってのはただ細かくしていくと、概念を細かくしていくと。そればっかやってんだって言ってるんですよ。で、もう一回読むと、だが実質、すなわち内容から言うと、分析は我々の概念を拡張するのではなくて、ただこれを分解するに過ぎないのである。ところがこの分析的方法は、実際にもアプリよりな認識を与え、またこの認識は確実でかつ有用な発展を遂げるところから、理性はこれに欺かれて自分でも気づかぬうちに全く 別の種類の主張を密かに取り入れるのである。還元すれば理性はすでに与えられている概念にこれとは全く無縁の、しかもアプリよりな概念を付与する。したがっては我々には理性がどうしてこのようなことをするのかというわけが分かっていない。それどころか我々はこういう問いを発することすら思いつかないのである。そこで私はまずはじめに認識のかかる二通りの区別の仕方の区別を論じてみたい。ということです。ただ分析っていうのはアプリよりな認識を与えると。最近 MMT って言ってる人たちはその貨幣っていうのは実はそのなんだ、そこら辺で流通してるお札のことじゃねえと、日銀の当座預金の残高を増やすことが貨幣なんだとか、なんかそんなこと言ってますよね。そりゃそうなんだと思いますよ。アプリよりな認識を新しく入れてるわけですよね。今までは貨幣に対する認識は近代経済学、主流経済学者は間違えてたって言うんですよ。アプリよりな貨幣のあり方があるんだって言って、急にえばり出してるわけですよ。で、まあそれは正しいですよ。ただ理性に欺かれて、まあ、別種のアプリよりな認識入れてるだけだと私は思いますけども。で、なんかもう全然今まではもうその貨幣に対する考え方自体が主流経済学者間違ってたんだって、嘘ばっかり言ってたんだって言って、本当は貨幣っていうのはなんか信用創造なんかいくらでもなんか中央銀行でできるんだみたいなね、だからどんどん政府の国債引き受けていいんだみたいな言いますよね。正しいんだと思いますよ、それは数学的なアプリよりな認識で。
なんだ、それは分析したわけですよ。細かく貨幣っていう認識をまた新たに、カナブンとコガネムシに分けただけの話で、まあ、増えていったんで、カナブンの方が好きだって言ってるだけですよ。今まで主流派経済学がコガネムシをカナブンだって言ってたけど、ほんとはカナブンのカナブンたるカナブンのゆえはカナブンだってみたいなね、そんなこと言ってんですよ。で、正しいんですよ、それは。正しいけど、ただ細かくなってるだけで、別に貨幣っていう概念が拡張されたわけじゃないの。貨幣の中で分解してるだけですよ。だけど理性ってのはそういうのに欺かれて、これは新しい主張だと、革命的だというわけですよね。で、そういうこと言って、なんかもう宗教運動みたいなことになっちゃうと。で、なぜそういうことをするかっていうと、理性はすでに与えられている概念、貨幣っていう概念にこれとは全く無縁の、しかもアプリよりな概念を付加すると。貨幣っていうのは、その、なんか、中央銀行の預金口座、なんか、増やせばいいんだと思う。そういう、アプリよりな概念を付加するんですね。で、正しいんですよ、それは。多分、数学的には。ね。で、インフレになったら、なんかやめりゃいいみたいなね。で、理論としては正しいですよ。ただ真空のあの缶の中で鳩がうまく飛ぶみたいな話に近いと思いますけども、誰もやんないですよ、そんなこと。そんな真空缶の中に鳩飛ばしてみようって。今の状態、経済学だと空気の抵抗があるから鳩がね、地上からなんか200メートルぐらいしか飛ばないと、真空状態になればね、1000メートルぐらいまで飛ぶんだってね、っていうようなもんですよ。でアプリよりな認識で追加して正しいと思いますよ。正しいっていうか、一見正しいけども、抽象化された中では正しい。真空管の中の議論で正しいでしょうね。で、そういうことは理性の働きとして起こってしまうわけですね。でどんどん理性っていうのは、アプリよりな概念を追加しながら、どんどん拡張されていくと。で、拡張されてるけど、土台、隅の土台紙っていうか、礎石っていうか、前提部分が、まあそもそも批判されてないから、どんどん、まあ拡張してるがに見えて、ただ分析してるだけだと。ただ細かく、いや実は我々がカナブンだと思ってたのも、カナブンもどきとカナブンがいたんだみたいなね。また新しい種類発見して、まあまあ進学論争をやるみたいな。単なる分析になってないんですけど、その分析して細かくなったのを理性の拡張だって、誤解してどんどん進んでいくと。で、なんでこういう理性がそういう暴走をしてしまうのか、まあ、わけわかんないですよね。で、なんでこんなにわけわかんないことが起こるかっていうことに対する問いを、これから説明していくって言うんですよ。で、これから認識にかかる二通りの区別を論じてみたいと。で、次回説明するのは分析的判断と総合的判断ってやつですね。いう話になります。ということでした。なんかちょっと難しい話で、例えも、まあ雑談程度に聞いてもらえばいいんで、例えも正しいんだかなんだかわかんないですけども。なぜ真空管の中で鳩が自由に飛び回れるっていう議論を理性はしてしまうのかっていう問題ですよね。これ常にあるわけですよ。理想の世界を作ろうとして絶滅収容所ができるみたいな、なぜこういうことが人間起こってしまうのかってことを言ってるんですね。理性が分析することだけしかできないからですよ。概念を分析して細かくしていくのは、人間の能力が向上してると勘違いしてるけども、実は向上してないんだよ。ただ細かくなってるだけだと。コオロギとキリギリスとなんかね、少量バッターの区別がつくぐらいの話で、何の役にも立たねえ、ただ細かくなっただけなのに、あたかも3種類に増えたと。昔はみんなコオロギだって言ってたものは、キリギリスだって言ってたのも3種類に増えて、人間の理性がね、科学的進歩によって、この、なんか、認識力が向上したと思うわけですよ。で、認識力なんか向上してないですよ、人間の認識力なんか。人間って概念が細かくなっただけで、人間が、神に近づいたなんてことないわけですね。近代っていうのは多分人間って概念をどんどん細かくしてるんですよ。で、細かくしてるけど、周りを見ればマシな人間だったかっていうと、そうでもないように、昔の方が立派な人がいたんじゃねえかっていう錯覚を覚えるのは、人間という概念が細かくなったって、人間時代の質が上がるわけじゃないってことですね。これはニーチェとかが言ってるのはその部分なんですよね。おしまいの人間というのは、人間を分析して人間という概念が細かくなっていくだけで、本当は超人になるべきだと。
言ってんですよ。人間という概念を拡張すれば超人という風になっていくのに、人間というのは人間という概念細かくいじってどん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 おしまいの人間になっていくと。でおしまいの人間になっていってんのに、自分たちは認識力が向上して良くなってんだって錯覚してるってことですね。で、まあ、だん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 哲学やりながらしょうもない生き物になっていくっていう、まあ、その知識のあり方みたいなのを、まあ、全般的に批判してますよ、ニーチェっていうのは。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。